本格的なアクションゲームとして作りました。そして本当に練習するほどに面白くなるアクションシューティングに仕上げたと思います。お話やゲームの構成は Nintendo 64のスターボックスに似てるんですけれども、ストーリーの設定やマップの構成、コース内容も一新しました。この新要素として転送装置というのを追加しました。これがストーリーでも重要ですし、コースの中に突如現れる転送装置が新しいマップの分岐にも影響してきます。まだ皆さんに見ていただいてないステージもお見せしたいと思います。フォーチュナというステージで、ここはバイオ兵器がいろいろ出てきます。後半のなかなか手強いステージなんですが、ぜひとも新しい敵、そして巨大な生物兵器にチャレンジしてみてください。次に分岐の例を紹介しましょう。これはコーネリア、実は最初から見えてるんですけどね、右側に分岐ルートがあります。このトンネルを抜けていくと全く新しいボスが現れます。このボスもなかなか手強いですよ。これを倒すとマップに戻ってきて、さらに新しいルートが開いていく。このように最終ステージをクリアした後も何度も新しいルートを開拓しながら進んでいけるゲームになりました。スターウルフの4人のチームとのドッグファイトも新しくなりましたよ。プレイヤーはターゲットモードを使って自分と相手の状況を見ながら宙返りやロックオンで戦闘します。フィグマやアンドリューの新しい特殊攻撃や分岐につながる対戦を楽しみにしてください。目指すゴールはベノム、そしてアンドルフなんですけども、当然ゲームプレイは全く新しくなっていますけれども、ここへたどり着くまでにいろんなルートを自分で開拓できますから、最終的にどのルートが自分の好みになるか、皆さんでいろいろ探してみてください。2人で遊ぶモードもあるんですね。1人が掃除をして、もう1人がターゲティング、ゲームパッドを使って狙いまくります。この遊び方は友達と協力してハイスコアを目指してもいいですし、親子で楽しくみんなで遊んでもらってもいいですね。テレビには映画のようなかっこいいシーンが映るので、周りで見てる人も楽しいですよ。それからスマブラのフォックスのアビーモを持っている皆さん、これが使えますよ。懐かしいスーパーファミコンのアーリンが使えたり、もう少し新しい体験ができるかも分かりません。ぜひとも試してみてください。それからもう一つ新しいゲームのお知らせです。2年前の E3 でスターフォックスと一緒に紹介したガードというゲームなんですけれども、これがスターフォックスガードとして完成しました。スリッピーのおじさんのグリッピーが宇宙で金属やレアメタルを採取する採掘場を持ってるんですけどね、ここがいろんな盗賊ロボに襲われます。そこでスリッピーが作った新しい装置を使って敵を撃退するという遊びなんですね。具体的には12台のカメラを自分で場所を変えたり、それぞれを選んで攻撃をしたりしながら、この採掘場を守るというゲームなんです。一人用では100個のミッションが遊べるんですけどもね、これだけではないんですね。自分で敵のユニットが組めるんです。で、これをオンラインにアップロードすることで、みんなに自分のユニットを遊んでもらって、世界中の人からレアメタルを稼いだり、人のユニットを自分で遊んでレアメタルを稼いだり、新しい遊び方ができます。スターフォックスガード、世界中の人たちと一緒に遊んでみてください。 Thank you, Mr. Miyagi.